い、もう汗だくなんだけど。おはようございます。今日は昨日みんなで話し合って1時半に駅集合ということで、みんなそれぞれ行動をしているようでございます。あ、みんな駅の中にいるっぽいですね。じゃあ駅の中に向かいましょうかね。果たして合流できるんでしょうか。頑張ります。行ってるみたいで、で、伊達ちゃんが先に出てなんかお茶屋さん行ったみたいな連絡が来ました。ここね、風情ある街並みだね。断層オープン。断層あ、涼しい。いろいろお土産みたいなのあるね。本当ね。CD じゃん。フラミンゴじゃん。めっちゃクラシック的な感じじゃん。今の動作の意味がわかるよ。そうだね。そうなるね。わかるわ。面白い。違う曲になっちゃう。あの三味線みたいな音、テケ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 みたいな、そういう感じ。すごい。今耳かきしたばっかり、音がクリア。4枚入ってるよ。150件。これがいいの。劇場だって。小劇場。物語だっけ、なんか。遠い積み木みたいなので、物語表現みたいな。なんかないかな、軽く食べれるの。ネギだね。待って、クワの実ってなんだ。クワの実って何？知ってる？クワって。クワの実って甘い実じゃない？そうなの。あ、これ？うん、これめっちゃあの道端に生えてるやつ。道端に生えてるやつ。うん、これめっちゃ美味しいよ。小学校の時の僕みんなのやつ。え、違う？それ知らん。え、絶対。え、食べたよね、こういうちっちゃいブドウのやつ。わかんない。私の地域にはなかったな。道端に生えてる。じゃあちょっと桃井さんおすすめのクワの実を。え、クワの実マジで美味しいから。ね。クワの実。すごい硬い。なんか爪と同じ色してる。本当だ。クワの実だ。懐かしい味がしますか。
そうだね。でも母の身って冷やして食べないから不思議な感じはする。4日目の朝です。喉乾いたんで、お茶屋さんに。抹茶ミルクティースムージーってちょっと美味しそうなんで、あれを頼んでみようかな。スムージーだけど抹茶ソフト入れるかどうか。限ってなんだろう、限定って意味かな。ポップコーンチョコレートポップコーンじゃないですか。いくらだ。めっちゃ美味しそう。パーティーで買ったポップコーン。美味しそう。はい、そんなわけで買えました。お茶お店で抹茶スムージー飲んでみます。すごい、わーめっちゃうめえ。なんだこれ、わーうまいな。まあなんか抹茶のアイスクリームのスムージーですね、本当に。うん、めっちゃおいしい。ちょっと顔ちょっと打たれそうなんで、あーめっちゃキンってする。おいしいっす。ではこの後4日目なので、桃井やら先輩やら麦やらと合流したいと思います。はい、朝飯を送ってないんでパンを買います。なんだろうこれ、青じゃん材料。これはネギパンっぽいですね。鶏が入ってるっぽいな。砂糖黒胡椒。うん、私が食べたい、はい、これがさあ、私はね、お腹を壊しておりまして、もう文字通り滝のようなことにちょっとなっていましたので、脱水症状というか、なんで頭痛とかがねひどかったんで、薬飲んでちょっと多めに休ませていただきましたので、直でみんなと合流することになります。こんなところで会うと思わなかったわ。今ご飯食べてなくてパン買ったんですけど、みんなどこに行ったの。いや今とりあえずまだ中にいます。じゃあ万能線向かえばいいですかってとりあえず聞いたのだが、あ、伊達さんに合流しました。あれってくれます。パン食うとるわ。あ、うまい。マジで一口だけちょうだい。なんかマジで食べてない。うん、食べてない。でも今パン買うって連絡しても、待ち合わせ間に合ってなかったから。うまい。あ、美味しい。美味しい美味しい。私も復活しましたね。まあもうダメだなと思ったらまたちょっとレッドブル決めようと思ってたんですけど、多分ね脱水症状が多少出たんじゃないかなと思って。ただ、うん、暑いし、もう水は本当にこまめに飲んだ方がいい。うん、さあ、では、伊達さん、行きましょう。駅の改札の中にいる桃井と向きを探す。はい。あ、いた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 。見つけた、見つけた、見つけた。お疲れ様です。行きます。行きましょう。桃井待望のファッションセンター島村へ。島村へ。私夢を見ているのかな。不思議な。個人的にも。え、個人的に欲しいかな。なんかこれだけでちょっとバスケ。なんかこれあれ。なんか女子中学生がよく着るデザインだ。女子中学生のバスケのデザイン。もうポープ&ピースみたいな。うわっ、うわっ、もう待ち先が不安な方が1名いますが、まあ、約1名が傷ついたところで、はい、じゃあ、はい、順番を、はい、